フレデリック・フィリップスフレデリック・フィリップスはオランダの実業家。同国に本社を置く総合電機、メーカー、フィリップスの共同創業者であるアントン・フィリップスの長男で、自身も1961年から1971年まで同社の社長を務めた。1930年、父親の経営するフィリップス社に入社。主に企画部門畑を歩み、 1949年に副社長に就任した。第二次世界大戦時、オランダはナチスドイツの占領下にあり、会社も軍需工場として通信機器などの製造をさせられていた。そのため連合国軍の攻撃目標となり、会社は大被害を受けた。彼はナチスによるユダヤ人の迫害や虐殺を知り、軍需物資の増産を口実にユダヤ人を雇用。 彼らを事実上工場にかくまうことで命を救った。戦後は会社を再建するため奔走し、世界的企業へと復興、成長させることに成功する。1996年にイスラエルよりホロコーストから守った基人として表彰された。2005年12月5日、オランダにある自宅にて死去。100歳だった。ありがとうございます。